本日はフットワークを速くするために必要な股関節ストレッチをお伝えしていきたいと思います。今日の動画最後まで見ていただくと、フットワークでなかなか一歩出づらいとか、フットワーク遅い、そんな選手にとってそこを改善できる可能性がある股関節のストレッチをお伝えしていきます。フットワーク速くしたい人とか一歩速く出したい人っていうのは最後まで見ていただきたいと思います。だこのチャンネルではフィジカル面からバドミントンパフォーマンスをアップするための科学的バドミントンの情報を発信していますので、見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは内容に入っていきます。フットワークを速くするときに、お尻の筋肉とかこの内ももの筋肉を使ってしっかり地面をこういう風にこう蹴っていくことで足を前に出していくっていうのを以前お伝えしました。それも一つそうなんですが、それに加えてもう一つ大事なことがあります。それどういうことかっていうと、この体の前の足の付け根の筋肉、大腰筋と呼ばれる筋肉、ここの弾性収縮、これを使っていく、これがスムーズに足を一歩前に出し速いフットワークを生む一つのポイントになってきます。これどういうことかっていうと、足の付け根についている背骨から足の付け根についている大腰筋っていう筋肉がぐっと足が後ろに引けて伸ばされると、このぐーっと引っ張られた後の縮む力でバーンと足が出やすくなります。でこの大腰筋と呼ばれる筋肉、バドミントンにはとても大事で、以前も動画で説明とかしています。バドミントンで使われてなかなかケアが行き届いておらず、硬くなっている選手っていうのがとても多いです。なのでここ硬い選手っていうのはどんどん足が後ろに引く動きっていうのが出にくくなっていて、足が後ろに引けない、つまり大腰筋がしっかり伸びてこないので、無理にお尻の力だけで動いてしまう、うまくフットワークができないということになってしまいます。でお尻の力とか内ももの力ももちろん大事なんですが、この大腰筋の弾性収縮ですね、後ろに引いてグッと伸びた状態で縮んでいくことで前に出ていく、ここの動きをしっかりと引き出すことがフットワークを速くする上で一つ重要になってきます。なので今日はこの大腰筋がしっかりと伸びて縮みやすいような状態を作るためのストレッチですね、これを2つやっていきたいと思います。では行きましょう。でやっていく前にこの前がねしっかり伸びやすくなるんで、体の反りです、この前の部分がしっかり反れてくるのか、あとはご自身でこう足の引きやすさ、ここもちょっとね確認してみてください。じゃあまず一つ目のストレッチからいきます。左側から伸ばしていきますね。足を前に出します。で伸ばしたい方の足は後ろに向きます。出した足の横に手をついていただいて、このまま背中はまっすぐで、後ろの足はしっかりと伸ばしていってもらって、膝も伸ばします。このまま前をまっすぐ向いたまま前後に動かします。この時のポイントとして膝ですね、膝が横に倒れないように膝はまっすぐ、この状態で横に手をついて前後に動かしていきます。この動きでこのももの前の付け根しっかりと伸ばしていきます。10秒ぐらいやっていきます。続いて反対もですね、反対も足入れ替えて、爪がこう横に倒れないようにこのまま前後に動いていきます。背中を丸めないように顔はまっすぐ向いてやっていきましょう。これが一つ目のストレッチになります。次にやっていくのは、ご自身でこの大腰筋と呼ばれる筋肉グッと押して、まあ、セルフストレッチみたいな、セルフリリースみたいな感じでやっていくやり方ですね。腰に手を当てると前に出っ張ってる骨があります。その内側ですね、だいたい指4本分ぐらい内側に手を置いてください。でこのままこの向きで寝ます。でそこにグッと手を押し込んだまま動かす、足を横にこう倒すイメージですね、倒して動かす、息吐きながら行っていきます。そうするとちょっと中の筋肉が動いているのが分かるかなと思います。こうやって動かして、この反対もですね、反対もこの腰骨出っ張ってるところの指4本分ぐらい内側グーッと押して、で仰向けの状態から足だけ動かす、しっかりグーッと指は押し込んだまま、背中が動いてる感じが分かるかなと思います。はい、これも10回くらいやっていただいて、そうすると結構足の引きやすさとか腰
腰の反りやすさですね、この前の部分がしっかり伸びてくる、その感じが、はい、わかるかなと思います。でこういう状態で大腰筋がしっかりと伸びやすい、で伸びて縮みやすいような状態を作っていただいた上で、フットワークの練習とかすると足が後ろに引きやすくて、この大腰筋の収縮でパッと足が前に出やすくなっていく、そんな体の状態に整えることができます。なので、まずこの大腰筋のストレッチというかエクササイズを2つ、いただいてからプレーにつなげていただくと、よりフットワークの1歩目の速さの向上とかスピード向上につながっていきますので、ぜひやってみてください。はい、ということで本日の動画は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。